ラビッツのステージが始まるよ。みんな集合、せーの、 LOVE いたしまーラビ
そしてなんと今日でケータランチが50回目を迎えることができました。イエーイ、おめでとう。私たちもね、毎月楽しみにしてるよね、ケータランチ。楽しみですね。美味しい料理とかもいっぱいあるしね。そうだよね、いつも私あそこの唐揚げが大好き。笑顔さんが大好き。そこで私たちのことを知らないという方もいると思いますので、私たちの自己紹介をさせていただきたいと思います。それではゆうちゃんから。中学3年生15歳のゆうです。イエーイ。中学2年生14歳あゆかです。イエーイ。はい、中学3年生15歳なるなることなるせです。イエーイ。中学2年生14歳リーダーになりましたみなです。イエーイ。中学1年生13歳あゆみんことあゆみです。高校2年生17歳さとみです。イエーイ。中学3年生15歳になりましたれなです。おめでとう。おめでとう。中学3年生14歳浜坊の妖精ことあさきです。イエーイ。今聴いていただいた曲は豊島市のイメージキャラクターでもあるイトゴンのイトゴンの島でした。それでは次の曲は私たちのオリジナルソングマジックアイランドです。ねえ糸島で恋をしましょう。それぞれオレンジになって
オリジナル曲マジックアイランドと福岡からメジャーデビューされましたリンクさんのカロリーなんてでした。はい、今年ねラビッツのステージをするのはこの軽トラ1が初めてなんです。皆さん明けましておめでとうございます。ありがとうございます。どうぞどうぞね、ラビッツをね今年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、またね今日は朝からここの商店街の清掃活動をさせていただきましてそうなんゴミを拾ってちょっとね、もともとね綺麗やったけどちょっとまたさらに綺麗になったんじゃないかなって思ってます私も思いますね。ぜひね皆さんもねゴミはちゃんとゴミ箱に持ち帰りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあそんなこんなで次の曲いきます。はい、いってみましょう次の曲いきます。いきましょう。はい、それでは次の曲も福岡からメジャーデビューされましたリンクさんのチャイムが終わればです。聴いてください。いいよ。Passion
先生なのに寝ちゃダメやろってごめんなさい。今日はね、しないんですね。はい、はい、じゃあ今日の企画をあやかちゃん発表してください。はい、今月はりな先輩の
誕生日月なのでみんなでえな先輩をお祝いしましょう。イエーイ。それではミュージックスタート。まずはファンの皆さんからの花束から。すごいね。ありがとうございます。うなちゃんおめでとう。ありがとうございます。そして次はメンバーからアルバムのプレゼントです。あ、すいません、間違えました。アルバムのプレゼントです。ありがとうございます。はい、それでは次がメンバーからのプレゼントになります。おめでとう。さあ、レナちゃん、ちょっと中を見てみようか。わあ、すごい。アナ雪のアナ、アナの顔顔がアナの顔が、アナの顔、レナちゃんになってます。レナのバッドの女王。すごい、すごい。はい、それでは次はある女の子から手紙を書いてもらったんですが、その中のメンバーの手紙を書いてくれて、もう 目の前にいますね。はい、さとみちゃんから手紙を書いてもらいました。では、さとみちゃん、お願いします。えなちゃんへ、誕生日おめでとう。こうやって手紙を書くのは初めてかな。本当の初めましてはお互いがまだ小学生だった時で、小学校のクラブ活動の時だったよね。その時はただの先輩後輩みたいな感じで話したことすらなかったね。でも中学生になってハビッツに入って仲良くなって、もうすぐ3年が経ちます。小学生の時はまさかこんなに話すようになるなんてって思ってなかったのに、こうしてラビッツを通してたくさん話すようになったね。練習がある時はいつも二人で笑い合うよね。でもどっちかが落ち込んでいたり辛いことがあったりした時は励まし合う時もあるよね。そうしてラビッツと共に二人成長し合ったね。ラビッツに入ったばっかりの時はレナちゃんは中学1年生で、サトミも中学3年生で、歌うことも踊ることも笑顔になることも苦手だったよね。でもだんだん克服していってるよね。レナちゃんは今受験生で、勉強とラビッツとの両立本当に大変だと思う。サトミはレナちゃんがすごく努力しているのをラビッツのメンバーの誰よりも理解してるつもり。
からあえて応援はしないで一緒に頑張っていきたいなって思ってる。今まで2人で成長してきたように2人で頑張っていこう。そしてひなちゃんが高校生になったら2人で遊びに行こうね。一生大切な存在、ひなちゃん大好き。ありがとう。素晴らしい感動的な手紙が届いてましたね。泣けてきますね。それでは手紙を。おめでとう。ありがとうございます。はい、それではそんな15歳を迎えたれなちゃんから一言お願いします。50回軽トラ市が50回ね、でに、こんな素晴らしい、生誕祭をしてくれてありがとうございます。いつも、ラビッツの応援ありがとうございます。本当、あさっては入試なんですけど今日来てよかったと思います。高校でも、バドミントンをしたいと思ってるので、またラビッツとバドミントンと勉強の、両立は大変になると思いますけど、精一杯頑張っていくので、応援よろしくお願いします。あと、今この前にいるお母さんいつもこの反抗して お母さんが勝手に産んだとか生まれてこんだけばよかったとかすぐ言ってしまうけど生まれてきてよかったと思います。お母さん、産んでくれてありがとうございます。ありがとう。お母さん、大好きです。感動的すぎるよ、レナちゃん。涙がみんな止まらないよ。あさきちゃんがめっちゃ泣いてるみたいな。こういうのダメなんだよ。レナちゃん、15歳になったレナちゃんから、それでは次の曲振りをしてもらいたいと思います。と次の曲はリンクさんの愛しフォーカス伊藤です。聴いてください。いいよ。ね、レナちゃんの涙が乾くぐらい一緒に頑張ろうね。はい、それでは ね、はい、もうレナちゃん顔が真っ赤になってから夕日のようです、彼女は。では元気に旗を上げて、皆さん分かる方は一緒に踊ってください。頑張ったよ。ありがとう。それでは準備ができたかな。はい、それでは次の曲は福岡水筒です。ミュージックスタート。いいよ。レナちゃんお誕生日おめでとう。レナちゃん聞くよ。サン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 ノーガー。はい、レナちゃんバーリ水筒よ。福岡水筒、夢を胸に抱
ありがとうございます。じゃあ、はい、今日の締めもね、お誕生日を迎えたレナちゃんでいきましょう。今日は本当にありがとうございました。これからも私たちラビッツはいろんなイベントに出演し、豊島のことをもっと PR していきますので、今後ともラビッツの応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後平和劇があります。ラビッツのね、メンバーも平和劇にいますので、ぜひぜひ見に行ってください。見ていってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。